2月20日に大統領になった時は何もわからんかったけれど、やっぱり何日間したら面白い会社やねと思ったらね、やっぱり技術力はあるし、まあ特許としては380ぐらい、やっぱ400近くの特許は、私が社長になった時に実際380数件あったとしても使うのはいくつやって聞いたら、それでもやっぱり180ぐらいの現代にも使える特許は、まあ、申請してるっていうかなってるっていう。だからそういう意味では技術力のあるすごい面白い会社っていうのはですけれど、技術者の集団でそれで喜んでしまってるっていうね。だからこれをどう売るかっていう営業面が私の仕事やなと、入った時にはそう思いません。画期的な技術だからって言ってそれが全部すぐ売れるかっていうか、まあこれもタイミングあるでしょう。1年早かった2年早かったっていうやっぱりこともあるよね。何か社会の情勢はそういう状況はなかったけれど、今やったらいうその社会状況においてね、今これだけの原油が上がって中において大変エネルギーっていう形になるけど、じゃあガソリンの安い時、原油が安い時に化石燃料よりはこれがいいですねっていう形で大々的にアピールしたって、世の中成り立ってなかったら何を取るんやという、こう排除されるわね。そういう意味ではやっぱりタイミングっていうのは、それが縁っていう言葉なのかタイミングなのかちょっとわからないけど、やっぱり絶対ありますよね、うん、だから今こうやってあるのもやはりもう人の縁やしタイミングやし流れやという感じは思ってますけどね。